はい、正社員の中井です。はい、皆さんお久しぶりです。ちょっと先日ですね、1週間前ぐらいかな、ツーベースに、伺わせてもらって、それ以降の、更新になるんですけども、ちょっと怠ってしまって申し訳ございませんでした。本日もね、ちょっと商品の紹介をさせてもらいたいんですけど、なかなかね商品が、追いついておらず、入荷がね、もう結構ラッシュになってるんですけど、それでインスタグラムの方では、更新はしております。で、なかなかね、ちょっとこういう風に動画でちょっと説明させてもらうっていうのがね、定番っていうか、定着させていただきたいと思いまして、毎日更新とかね、商品が入荷次第、更新したいと思ってるんですけども、なかなかね、動画慣れと言いますか、100本以上上げて何を言ってるんだっていう感じかもしれないんですけども、なかなかちょっと YouTube の方もね、ちょっと更新も頻度にやっていきたいとは思ってるんですけども、ほんと週2、週3ぐらいではね、ペースでやっていきたいんですが、なかなかね、ちょっと個人ごとでもね、ちょっとバタバタとしておりまして、その中ね、ちょっと更新って感じなんで、ちょっとごひいきしてもらえれば幸いです。はい。ということでね、今回僕も今ちょっと着用している、こちらの方のシャツを、ご紹介させたいと思います。はい。まず、僕が着てるこちら、バーガンディですね。バーガンディのシャツと、レッドのシャツでございます。じゃじゃじゃん。じゃーん。こちらでございます。ちなみにね、ブルーもあったんですけども、ブルーはちょっと即日ちょっと完売しちゃいまして、今回店頭にね、ある在庫がこちらのバーガンディ、そしてこちらレッド。こちら2色になります。はい。僕が着てるのがこちらバーガンディですね。こちらバーガンディの方。で、レッドと、2色展開って感じなんですけども、ちょっと同系でね、ちょっとこう、選びにくいかなっていう感じがあるんですけども、ちょっと秋口ね、この感じかなっていう。はい。して、ちょっと、かなり寒くなってくるとこの感じなのかなっていうようなイメージはあるんですけども、どちらもね、渋みがあって、かなりかっこいい商品になるんで、紹介したいなと思います。まずね、僕が着てるのこれなんで、レッドの方で紹介したいなと思いますんで、いいでしょうか。はい。まずね、温度を分かりやすいように、チェック柄の、シャツですね。こちらね、パッと見た時にはね、フランネルシャツっぽい感じで、寝るシャツ柄のっていう感じなんですけども、こちら、コーデュロイになります。素材はね、コーデュロイ、なりますね。わかりますかね。こちら、コーデュロイ。コーデュロイの地に、こちら、チェックプリントって感じですね。っていう感じなんですけども、こちらね、生地的にも、ちょっと厚めにできてます。はい。素材的にはちょっと厚でって感じですね。温室がちょっと高い感じの、厚でできてますので、もう結構ね、シャツといっても本当ジャケット感覚で着れるのかなっていう感じのイメージですね。はい。そしてね、特徴的なところはもう本当ね、フィフティーズ好きな人にはもうこれ辺はもう持ってこいって感じなんですけども、襟の形ですね。僕も今着てるんですけども、こちら襟の形がね、もう本当平行で、ちょっとロング、ロングポイントってほどではないんですけども、結構ね、ここオープンカラーになってますんで、結構平行に、持ってきて、チェックがちょっとわかりづらいんですけども、こういう感じですね。はい。はい。この辺が、かなりいい感じで、仕上がっておりますね。カラーの方がいいと、前回り、首元がね、すっきりして見えて、かなりいい感じだと思います。そしてね、本当にこちらの方も、ポケットの方もそうなんですけども、いいバランスでね、こちらもそう、ちょっとわかりづらいんですけども、こちらね、ちょっとね、チェックをね、ちょっとあえてこういう風に柄をね、斜めに持ってきて、ダイヤのようなね、柄に持ってきてますね。同系でもこういう風に揃えてね、するシャツとかもあるんですけども、あえて、こういう風にずらして、ちょっとこういう風にね、アーガニとダイヤ柄のようなね、ポケットになっております。こちらのね、ボタンの方もね、ちゃんとしっかりこだわっていて、ちゃんと水流のこのボタンですね。両側のボタン。はい。そして、特徴はもちろんボックス。はい。このボックスシルエットがね、やっぱりね、僕はもう個人的にも好きなんですけど、寝るシャツ、フランネル系だったらね、結構ここね、タックインするように、前と後ろをちょっと入れて、ここの街のところで、ちょっと外に出して、前と後ろだけ入れるっていうようなイメージがあるんですけども、こちらボックスなんで、本当に大体外に出して、着てもらうと一番いいのかなと思います。もちろんタックインしてね、パンツインして、着てもいいんですけども、本当ボックスシルエットなんですごい綺麗です。僕が着用してるのがちょっと大きめのワンサイズアップで、ちょっと L サイズを着用してるんですけども、M サイズでもいいのかなと思っております。で、こちら僕が今着てるのが、L サイズ。L サイズで、ちょっとお尻が気持ちかかるかなって感じですね。はい。もうちょっと M だったら、ちょっとポケットとか、ポケットの位置とかもちょっとこう綺麗に、こういう風に出るのかなって思いますけど、ちょっとポケット隠れる感じですね。はい。
まあ本当ね、まあ秋冬って感じの、シャツなんで、結構着用的には、まあ本当着丈が長いでも、すごい暖かいので、すごい着用しやすいですし、まあ袖口も L サイズでもそこまで長すぎるって感じではないですね。カフスをちゃんとしっかり締めて着用すると、まあ全然袖の長さは長すぎず、まあボテッとしてね、感じではないですね。スッキリして見えます。まあ、M サイズがもう僕の中ではジャストって感じなんで、まあ、M サイズ着用が一番ベストなのかなとは思うんですけども、まあ、僕ぐらいの体型の方だったら L サイズ選んでもいいですし、まあ、ジャストで着たいという方は M っていう感じですかね。はい。そしてまあ本当ね、襟の方もしっかり芯が、芯がついてないんですけども、まあ本当にね、生地がちょっと先ほど言いますけども肉厚なんで、まあ襟を立てても全然へたらないって感じですね。寝るシャツあるあるで言いましたらね、寝るシャツは襟を立てるとちょっとクターッとなってしまってこんな感じになっちゃうじゃないですか。片方だけ立ってしまうとか。まあ、その辺の心配はないかなと。はい。だから襟を立ててちょっとこう前にね、持っていく感じ。ですると着用的にもね、紳士的にすごいかっこよく決まるんじゃないかなと思っておりますよ。はい。まあバーガンディでね、すごいね、チェックって遠くから見たらあまりわからないんですよ。はい。わからないでしょ？はい。まああまりね、遠くから見ると、着用的にちょっとブラックというか、まあダークトーンなんで、まあインナーはね、このちょっと、もうこれこちらよく着てるんですけども、こちら七分のね、ヘンリーネックのグルービンの、はい。になりますけども、ちょっとね、大体ね、まあ、丸首の、まあ、クルーネックとか V ネックとか、まあ、タンクトップとかもいいんですけども、まあ大体なんか首元をすっきりして見せるっていうのも、まあ、オープンカラーの特徴なんで、まあ、襟をね倒してもらうとここはすっきりした方がいいのかなと。まあ、大体白 T とかがね結構ベターに、このカラーを見せるためにあまりこの同系色で合わせるよりも、まあ、インナーをちょっと白とか、まあ、明るいカラーを取り入れることによって、このカラー綺麗なね、このカラーがちゃんとしっかり見えるので、まあ、襟の部分とかもね、綺麗に見せれるのかなと思いますけども、僕はちょっと今回ね、同系色で着用って感じなんですけども、まあ、かなりね、すごいシルエットも綺麗ですし、まあ、コーデュロイっていうのもあって、今旬じゃないですか。まあ、コーデュロイって言ってもね、ずっとね、流行りすたりがない、素材なんで、まあ、もちろんその辺気にしなくてもいいと思いますし、でも今、まあ、特に旬な感じのアイテムなんで、コーデュロイ地が結構ブランドとかでもね、出回ってるんじゃないかなと思っております。で、まあ、まだまだね、商品の紹介したいアイテムがあるんですけども、今回はね、ちょっとこちらの、チェックの、プレードシャツを、紹介したいなと思っておりますね。コーデュロイってね、やっぱりね、個人的にはもうすごい好きなんですよ。って言ってもね、やっぱりね、時期的にもそうなんですけど、日本でね、やっぱコーデュロイって言ったら、あまりね、その素材的にあんま使われる要因がないような時期といいますか、まあ、どの時期に着るっていうところが難しいという方が結構いらっしゃるんですよね。だからまあ洋服好きな人とかね、結構アメリカ人好きな人とか、まあそういう方はコーデュロイに抵抗はないんでしょうけども、コーデュロイに抵抗ある人とか結構いらっしゃるんですよ。で、その中でね、まあ言ったらヨーロッパとか、まあそういうところね、ところでコーデュロイとかはね、使われたりとかして、まあ結構ウールとかボアとかですね、まあ結構その辺って結構日本的にこう四季があるけど、まあ大体もう本当に夏と冬っていうイメージが強いので、まああまりこう春と秋っていうスタイル提案があまりできないっていう方が多いんですよね。だから、まあ結構この辺はまあ春、秋にはもう持ってこいって感じなんですけど、まあ時期が少ないっていうのがちょっと抵抗があるっていうのがね、まあ T シャツにブルゾンっていう感じのね、イメージがあるから、まああまりシャツっていうのにね、あまり着慣れてない方とかはね、いるんじゃないかなと思っておりますけども、僕はもう個人的にシャツ大好きなんで、まあそのシャツ、まあ長袖シャツとかだと思ってたらね、ほんと年中、まあほんと真夏以外はずっと着れますし、まあ、特にこのコーデュロイシャツは、本当にインナーね、あまりこう選ばないっていうのと、あとはアウター。アウターも全然選ばないですね。まあ本当にドリズラーとかだったりとか、革ジャンとかでもいけますし、まあアウターももう全然選ばないですね。ショップコート、本当カーコートとか、まあ本当にね、そういうクラブジャケット系とかでも何でもいけますね。はい。まあ着丈の長、短いね、ブルゾン系を着るときは結構長すぎると、まあ裾がね、ちょっともう本当3センチから5センチぐらい、裾出る分はいいんですけど、あんま出すぎると、ちょっとだらしなく見えるんで、ブルゾンがすごい短いブルゾン着るときは、まあパックインして、パンツインして、着るといいのかなと思いますけど、まあコートとかね、ちょっとこのシャツよりも着丈の長い、コート系を着るときとかはね、もう本当もう前をちょっと軽く締めて、まあさっと羽織るとね、すごいいいと思いますよ。はい。まあ今はね、まあ本当時期的にはまだ、時期的に秋って感じですけどね、まあ本当に朝と夜はもうかなり寒いんで、まあ冬支度って感じなんですけども、まあその中ね、冬の中、この上に何を着るっていう抵抗って言いますか、まあ冬支度するときはですね、まあ大体この上に、まあベストとかね、着てもいいのかなと思ったりしますね。まあオープンカラーなんで、まあ結構ね、前をもうトップを締めて、まあ本当普通に、オープンカラーだから大体ほんと2ボタン、ここのトップボタンって言われてるんですけど、こちらの部分から締めるっていう方は見ますが、ここのループがついてるんで、まあしっかりね、ここ
ちゃんとしっかり締めてもらって、でそこからまあベストとかね、まあジレとかでもいいんですよ。まあ、ジレまで行くとねちょっとドレスアップになっちゃうんで、まああの普通にワークベストと言いますか、まあ本当そうなのもいいし、まあデニムジージャンとかでもねベスト、チョップオフなやつとか着てもいいんだかなと思っておりますけどね。まあ結構本当ね、カジュアルに仕込んでるんで、すごいねサクッと合わせやすいので、まあ、アメリカ人の定番といったら定番なんですけども、まあ、そのコーディロイ作ってるっていうのがね、まあ、行きっていうところで見てもらえると、いいのかなと思います。こちらもね、お値段の方も、2万円プラスタックスということでね、まあ、お求めやすい金額になります。まあ、ネルシャツとかはねもう定番があるから、まあ、結構その柄とかもね、どれがいいのかなっていうのもあると思うんですよ。まあ、ウール系とかだったらねハリスツイードとか、まあ、そのツイード系を選ばれたりする方も結構いらっしゃるんですけども、まあ、結構フランネルとかもね柔らかいから着心地がいいとか、そういうのもあるんですけども、コーデュロイもね素材もすごいいいですし、まあだからまあ抵抗はないですね。ガンガン洗濯もできますし、まあその辺はちょっと気になっていただけると幸いです。はい、ということなんですけども、まあ2色展開って感じなんで、ちょっと当店でもねブルーの方があったんですけども、まあ今回はこの2色って感じで、バーガンディとレッド、まあ皆さんもねちょっと気になる方はねインスタグラムでもちょっと画像の方をアップさせてもらいますので、その辺で確認してもらったりとか DM いただけたら幸いです。YouTube のコメントでもね、ぜひしていただけると嬉しいんですけれども、まあ、今回は、まあ、寝るシャツ、まあ、チェック のコーデュロイシャツっていう感じなんですけども、まあ、この時期、インナーでちょっと困ってるなっていう方は、ぜひお問い合わせくださいませ。はい。ということでございます。まあ、私は、まあ、今着てるんですけども、こちらのバーガンディをゲットさせてもらいましたんで、かなりおすすめとなりますので、引き続きよろしくお願いします。ということで、健康と安全は第一で。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。ステッシャーの永井でした。